5月21日、結束バンドライブ構成が開催されまして、ボッチドロックの新情報が解禁されました。それがこちら、ボッチドロック劇場総集編上映決定 ということでね。いや、まさかの2期じゃなくて、劇場総集編っていうね、じらしてくるなぁ。いやね、もう、これはさすがに2期の発表だろうとね、身構えていたんですけれども、まさかの総集編を挟んでくるっていうね。総集編って言っても、新規カットとか、新しいね、オープニングエンディングとか、新曲もね、もちろん、あの、出ると思いますしね。もう、これは見るしかないっていうところではあるんですけれどもね。いや、2024年の春ということで、結構遠いですね。うん。ということは、多分この劇場版で、えー、2期の発表があると思いますので、まあ、2期が放送 えるののは早くても2024年秋でも正直ね、ボザロ劇場のね、めちゃくちゃいい音響でね、聞きたいっていうところもありますのでね、まあ、かなり劇場操縦編の方も楽しみなんじゃないかなっていうところでございます。まあ、ということで、ボザロの新情報は2024年春に上映予定の劇場操縦編とのことでございました。